植木じゃないよ。さっき植吉さんが普通の子っていうのは、まあ、普通の女の子でないといけないで、違和感を感じる余裕がなかったっていうふうに言ってたんですけど、そこは養護学校に行くとある種何か、まあ、校則だったりとかルールだったりとかでちょっと緩和される部分があるんですかね。それがですね、これ自分が、違和感にはっきり気づいたのは、さっきも言ったんですけど、高1年か2年ぐらいで、なんかはっきりとした、比較はできないんですけど、気づいたのは、同じ学部の女の子を好きになって、それで、自分はどうせ愛しようかなって思ったんですけど、でも、なんか、同性として好きっていう部分に疑問を持って、で、あとは体の違和感もあって、自分は何なのか全くわからなくて、で、同性愛の人が言うっていうのは言ってたんですけど、ね、そういう人たちは、なんか、下に見られてるみたいな、普通、こうじゃ、先生も、もういじりみたいなものとか、なんか、お釜ネタとか、そういう、なんか、成績に外れた人は、障害者よりも、笑われて、当たり前の人たちなんだなって、今認識で見ていて、それおかしくないかとは、普通高時代には思ってたんですけど、他人事として思ってて、で、いざ自分は、なんかよくわからないけど、どうせ愛かもしれないけど、なんか違うみたいになって、で、その後に、性同一性障害っていうのが、3年 B 組金八先生のそういうドラマで、その影響で、性同一性障害を言って、これじゃないのかなって。高校1、2年生、2年生の時とかに気づいても、そんなに話せるような感じではもちろんなかったわけですよね。そうですね。気がついて、で、絶対隠さないといけないと。隠すというか、認めたくないっていうのがあって、さっきも言ったような、普通しないといけないっていう呪縛がまだあったので、もう一個障害不良がみたいな、まあ当時は性同一性障害ってついてたんで、まあ、それでなくても、なんか、もう一個なんか、普通じゃないものを、背負うんか、みたいな、こととか、自分がいたのは、地方だったので、県内の養護学校が、すごく少なくて、まあ、そういう事情もあって、施設に入らざるを得なかったんですけど、施設ってすごい男女別で、部屋は、何人か一緒なんだけど、
お食事を食べやすい。冬も、みんな一緒に入るんで、上司が入る時間に入らないといけないとか、そういう中で、自分の性別のことを一体どうなんだろうかとか、で、対して、養護学校は、結構、楽だったのは、楽だったんですね。っていうのが、制服なかったし、体育の授業も、着替えとかなかったので、そのまま私服で体育やってたので、それも楽だった。学校の方が男女別はなかったですけど、でもやっぱりその性教育は一応あったんですけど、高校の性教育やったら、なんかそういう自分みたいな、当時思ってた言葉で言うと、普通じゃない性別のこともわかるかもって思ったけど、そういうこともなく、まあなんか、性行為の仕方と、近隣について、養護学校については、ちゃんと性教育してる方だったとは思うんですけど、LGBTQ のこととかはなくて、学校の中で、社会にはそういう人がいるっていうことは、教えて、もえなかったですね。なんかちょっと思ってたんですけど、養護学校についてる施設に入ってたんですよね。当然、男女に分けられてて、まあ、お風呂に入ったりとか、まあ、たまには介助みたいなこととかも受けてる中で、やっぱり自分がトランスかもしれないってことを言うのは、やっぱ怖いですよね。無理だなって、それを言うのは無理だなって思って、ガチガチにこう、男女で分けられた生活をする中で、学校行くには施設にいないといけない中で、ね、思ったのは、普通校でうまくいかなくて、養護学校に転校して、普通校でいろいろあって、養護学校に転校しやがって、自分以外もいたんだけど、じゃあここで、どうにもならなくなったら、どこに行けばいいんだって思って、学校を辞めたとしたら、家に帰って引きこもるしかなくて、親には、当時は言うつもりはなかったんで、なんかもう、人生終わりじゃんみたいな感じで、もう過ぎがない。恐怖感みたいなのがありましたね。誰かに相談するとかっていう頭すら持てない、持ったら終わりというか。相談して、バラされたら終わりやし、こいつおかしいぞみたいなね。担任の先生はすごいいい人で、全力で支えたよって、もし言ってくれてたって言ってくれて、これ嬉しかったんですけど、やっぱりもう構造的に、
信用できないっていうか、いくら先生が良くても、この施設でもガラッと変えないでよ。どうにもならないんじゃないかっていう感じで男女二元論で、異す。性愛中心主義でっていう、もうもともともう分け方がそうなってる中で、かなり厳しかっただろうなっていう、ちょっと植吉さんの学生時代を思って、とても辛い気持ちに今、私もなりました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。